ノキアはフィンランドピルカンマーケンの都市タンペレ軍に属する大手電気通信機器メーカーノキアの社名はこの町にちなんだもの。ノキアが文献に最初に登場してくるのは1505年ノキア荘園に関連してである。1596年のコンボ戦争で戦場の一つとなった。ノキア荘園に居住していた農民がコンボなどで武装を放棄し、 小規模な戦闘では、封建領主の騎兵団に勝利した。しかし1597年1月1日から2日の戦闘でクラウス・フレミングによって鎮圧された。数千もの放棄した農民が処刑され、逃走したリーダーのヤーッコイルッカも数週間後に捕らえられて処刑された。この混沌戦争は、フィンランドで最後の農民放棄で、以降は、 国家の支配が確立した。1918年のフィンランド内戦では、タンペレなどと並んで社会主義者の石英軍本拠地の一つとなった。1977年に都市として指定された。1865年にフレドリク・イデスタムにより、タンペレを流れるタンメルコスキ川に建設された、製紙工場は1868年に当地に第二工場を建設して移転。 1871年に社名を当地にちなんで、ノキアとした。1898年に設立された、フィニッシュラバーワークス社が1904年に当地に、工場を建設。1912年に設立された、フィニッシュケーブルワークス社と合わせた3社が1967年に合併して、現在のノキア社が誕生した。ノキア社は、その後本社をエスポーに移転。 主な生産拠点もサロに構えている。タンペレとポリを結ぶ VR グループの鉄道が通っており、タンペレまで最速14分である。最寄りの空港はタンペレピルクから空港である。フィンランズアリエルコモアンビス1.12011ナン、no. バー536アーカイブド2012年7月9日アットウェブサイト。ありがとうございます。